の時間はですね、J3 戦ライダートークショー行わせていただきます。進行を担当します、1ヶ月前までライダーだった榎木幸弘です。お願いします。はい、では早速本日のゲストライダーをお呼びしたいと思います。拍手でお迎えください。あ、やべ、名前もあるから絶景ナンバー4番、SDG ホンダレーシングの名古屋哲平選手。ゼッケンナンバー6番、オートレース梅レーシングチーム津田拓也選手。ゼッケンナンバー7番東方レーシング清成隆一選手です。よろしくお願いします。では調整ください。暑いですねではまず最初にステージ前にお祭り泊まりいただきましたファンの皆様に一言、ご挨拶お願いします。まずは名古屋選手から一言お願いします。はい、皆さんこんにちは、 SDG ホンダレーシング名古屋哲平です。こんにちは。今日は暑い中集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして津田選手お願いします。はい、津田拓也です。よろしくお願いします。あ、なんか言った方がいいですか。なんかもう少し僕の尺長くなっちゃうんです。ゼッケンナンバー6番オートレースウベレーシングチームで、鈴木としては唯一と言いますか、鈴木で1台だけなんですけど、1台だけでちょっと孤軍奮闘という形で頑張ってます。今日もホンダの3人に囲まれて、僕鈴木1人で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして清成選手お願いします。皆さんこんにちは、東方レーシングから JSB に参戦させていただいてます清成隆一です。もう今日午後からなんですけど、今日も、よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速お話を伺っていきたいと思います。ではまず名古屋選手、8体優勝おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。優勝から1ヶ月以上経ちましたけれども、何かレース振り返っていただいてどうでしたか、勝ちたい。そうですね、去年、違うチームですけどハルクプロから8体に出て、表彰台に初めて上がることができて、いつかは真ん中からの景色が見たいっていうふうに言ってて、その隣に多分いたと思うんですけど、今かは真ん中から見たいねって話をしてて、まさかその次の年に見れると思ってなかったので、本当にあそこから見る景色は最高だったなっていうのが一言です。隣にいたかったっすね、今年も今年の年も確かいやでもそうですね、今年も出るって聞いてたんで、去年みたいにトップ10とかで大暴れしてくれるのかなと思ったら、意外と影薄かったんで、幸弘がそもそもあのトップ10出るまあいやでもね、本当に僕なんていいんですよ、僕なんて振らなくていいんですよ。今日のメインはお三方なんで、全然僕のことは気にせず、はい、もう好きなだけ喋ってもらって大丈夫です。あ、僕は以上です。あ、いや以上じゃないですよ。いや3月にね、名古屋選手結婚されたんですよ。ありがとうございます。そうなんですよ、僕も驚いて、聞いてはいたんですけど聞いてなかったというか、聞いてはいただけど聞いてなかったというか、でね、僕奥さんとも話すんですけど、もうね、名古屋選手と名古屋選手の奥さんの顔がめっちゃ似てるんですよね。見たことありますか SNS で。多分見てもらいたいんですけど、すごく似ててお似合いだなと思って。でそのなんかそのそうなんです、あんま似てないです。いや似てます似てるっていうのは、名古屋に失礼じゃない、名古屋くんと似てる、名古屋くんと似てます。はい、でなんかすごい、なんか大谷翔平選手も奥さんとすごい似てるじゃないですか。なんかそんなような感じで、なんかすごいお似合いだなと思ったんですよ。あんま似てないんで、あんま深掘りしない方がいい。はい、そういう感じで、僕すごいいじられてるんですけど、なぜか僕がいじられてるんですけど、はい、津田選手、はい、すいません、唐突な振りで8体振り返っていかがでしたでしょうか。20位でした、はい
し。なんか厳しいですね。なんかこんな感じなんですかね、 MC って。僕初めてやらせてもらったんですけど。広げてもらって全然いいですか。あ、ほんとですか。まあ、僕はもう、いや、もう見てください、この汗の量。20位でした。どうぞ。20位でした。いや、僕あのちょうど追ってたんですよね、僕が最終スピンと。僕が追ってて、ちょっとそれでデグナーで転倒したの見たんで、はい。まああの勝ちたいってこういうことなんだなーなんて思いながら、あのレース終わった後の中、あの風を鈴鹿へ流れるじゃないですか、はい、聞いてました。でもあの表彰台のてっぺんから見る走台の最後ってすごい気持ちいいやろうなーとか思いながら。どうでしたか、横にいますけど。どうでしたか、名古屋選手。ちょっと感想聞かせてもらっていいですか。そうですね、気持ちよかったですか。気持ちいいです。くそー。僕より多分清成さんの方がたくさん知ってると思うんで。僕は1回しか見てないんで。僕最高位は2位なんで、あ、いつか優勝したいなと思って。いや、そうですね。もうでもなんか2位で僕も去年嬉しかったんですけど、お一人あのシャンパンファイトに参加してくれなかった人がいて。いや、なんて面白い。清成さんシャンパンファイト参加してくれなかったんですよ。シャンパンファイト国峰選手とやってたんですけど、そしたら隣見たら清成選手いなくて、どこに行ったのかなと思ったら裏にいましたよ。あのちょっと僕アルコールアレルギーがあって、あのジンマシン出るのが嫌だったから。だってその後会見がある。確かに。そこでこうやってあーなんてやってられないから、申し訳ないと思って裏に。そう、あ、そういう経緯があったんですね。そうな、ちっちゃい頃からちょっとアルコール系が苦手で。あ、何も突っ込まないんで。そういうの気がする。はい、何も突っ込まない、ね、記憶して、はい、知ってます。はい、そうなんです。そんな清成選手、今年どうでしたか、初台。初台がそもそもの復帰戦みたいな感じだったんで、でも本当残念な内容と結果になってしまって、応援してくださった皆様に本当にこう申し訳ないなと思ってます。なんかその、そうですよね。いや、僕もそれに関しては、はい、同じイメージなんですけど、去年が優勝ではないけど表彰台に上れて良かっただけに。そうですね、もう上りたかったっていうのはありましたね。もしもう一度チャンスもらえるならもう一度やり直したいなっていうのはありますけど、まあ、仕方ないです。まあ、でもやっぱそのウィーク中に短パンのサイズを間違えてしまったっていうところに一番アクシデントが大きかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、1週間長いから短パンを3つぐらい買って5個、5枚、5個持ってって 3枚履いたら3枚きつすぎるっていう。そうなんですね。しかもあの僕のことすごいいじってきたんですよ。僕新調して短パン新しいのアディダスのいいやつ買ってきて、清成さん買ったんですよっつったら、お前バカじゃねえのって言われて、そんな何でもいいんだよっつったら、翌日朝来たら俺もやばかったって言って、きつすぎた、試着するべきだったって来たんで。なんでその3枚は翌日の月曜日に家に帰って息子のタンスに入れときました。今回の短パンはこれ多分森脇の時に買ったやつで、結構前じゃないですか。そうなんです。気のせいか。6年ぐらい前なんで。で、いや、これは搬入日の作業用で持ってきたんですけど、クリアケースあげたら新聞ウェアの短パン忘れてたっていう。まあ、そういうこともあります。42になるんですね。そうですね。そんなことないです、皆さん。そんなことないです。ではですね、今日の予選結果を振り返っていただきたいんですけど、名古屋選手いかがでしたでしょうか。はい。そうですね、はい、明日頑張りたいと思います。そうなりますよね、はい。まあ、僕もそうなりますよね。はい、わかりました、了解です。はい、津田選手いかがだったでしょうか。5位だったんですけど、はい、まあ、あのトップの3台が7秒入れてて、はい、7秒ってはっきり言って、あのこの時期で言うと自分 GB のテストもやってたんですけど、結構あのトップ走る海外から来るライダーが来ても7秒ぐらいなんですよ、テストだと、はい、夏だと、はい、大体それで、あ、まあ、今日、まあ、夏だしなっていうタイムなんですよ、7秒って、はい、それを、まあ、あの予選とはいえ出してますんで、はい、本当に7秒ってすごい速いなと思いますし、自分も去年コカ・コールだったんですけど、はい、そのタイムを超えてるんですけど、やっぱ5位だったので、明らかに昨年よりそのレベルが上がってるなっていうのはもう目に見えて分かってしまいましたね。とは言いつつ
です。僕予選結構ずっと見てたんですけど、あのベストラップ付近で結構何周も回ってたようなイメージがあったんですけど、そこら辺は決勝に向けてはいかがでしょうか。そうですね、やっぱ1周まとめるのが難しくて、何周もこう粘り強く走ってたんですけど、やっぱり絶対にどっかがミスってしまったりとか、だからあのこう全部うまいことまとめれなかったんで、そこはちょっと悔しいんですけど、まあ、まとめるようにっていうか走ってたんですけど、やっぱりこうこれだけ暑いとペース上げていくとこう転倒しそうになったりとか、こうやっぱりこううまく走れなかったりしたので、そこをうまくまとめてきた人たちが7秒入れたりとかもっと速かったりしたんで、まあ明日は予選ではなくて決勝なんで、まああの、まあ、今日のちょっとベースラップしたのをこう自分の中でイメージしながら明日走りたいなと思ってます。ありがとうございます。清成選手いかがでしたか。いやまあ今日はいまいちだったので明日頑張ろうかな。いや明日頑張ります。ありがとうございます。そうあのあれなんですよ、僕聞きたかったのが明日天気が怪しいじゃないですか。雨になる可能性が高くて、でしかも僕天気予報見てる感じだと朝降りはもしかしたら晴れなんじゃないかなっていう、いきなり決勝で雨になるんじゃないかなっていう予想をしてて、そうなった場合どういう作戦を立てていくのかなってちょっと気になったんですけど、名古屋選手ですか。あれってレースでいきなり雨の時ってないんでしょ。ありますよ、多分。なかったです。確かないんだっけ。なかったです。普通は何があるんですか。フリー走行じゃないけど。ありましたっけ。いや、10分ぐらいも OK のはずだけど、前なかったっすね。いや、前多分なかったと思う。なかったっすね。お前、引退してんだから分かるわけないだろ。その、頑張って輪を広げよう、話を広げようとしてて、なんでこう気を落とすんですか。何が1ヶ月前までレースしてました。一応、去年でやめてんじゃん。一応、戦ってたじゃないですか、皆さん。なんでそんな冷たい感じの目で見るんですか。以上、俺は去年の最終戦の時に、もうやめるんだって聞いて、悔しい、悲しい気持ちと一緒に、お疲れ様って言ったのに、なんか、シーズン始まったらいろいろ出てて、聞いたら、みんなでお別れ会も開いてあげたいな。僕はあのホンダライダーじゃないんで、野城君とも、まあ、あんまりそこまで深くもないけど、あの最終戦終わった時なんか動画出してたじゃないですか。出してました。それを見てすごいあの言ってること感動して、ああ僕もこういう気持ちでいつかはそういう、まあ、やめる時って誰にでもあると思うんで、そういう気持ちなんだなってすごい感動したのは覚えてます。それだけは覚えてますね。確かに。なんでその僕の話でそんなに話が広がるんですか。普通は違くないですか。僕 MC です。なんならもっと広げます。ファンの方とか関係者の方がやっぱり不思議に思ってる部分っていうのは大きいと思うから、そこはやっぱなんでモテギの開幕戦じゃねえ第2戦出て、え、今日って JSB 仙台だのトークショーですよね。 MC のトークショーじゃないですよね。おかしいですよね。いや、申し訳ないとは思ってます、その点に関しては。僕も矛盾しかないんで、冷静に自問自答する。俺言ってないって言ってない。そういうの言い出すとキリないんですよ。もうキリない。俺言ってない。周りが引退したって言ってるだけで、はい、俺が言ってないって3日ぐらい言ってない。決勝終わったら、あ、言ってたかもとか言ってない。そうなんですよ、本当に。あのだね、あの送別会とかもやってくれたんですけど、先に帰っちゃったりとか、本当に申し訳ないことしたら、本当にいきなりいなくなって、もうみんな予定、本当同じぐらいの世代のライダー集めてやったんですけど、気づいたらいなくて。人の声を踏みにじってるよね。いや、魔が差す時ってやっぱありませんか、人間って。やっぱりそういうのを愛すべきだと思うんですよね。めでるべきだと思うんですよ。そう、いや、どうなんですかね。ちょっとすごいなと思います。一番ダメです、一番ダメです、一番ダメです、一番ダメです。いや、まあそういう感じでね。いや、雨の話です、雨の話。雨の話。そういえば雨の話。でも JSB って多分ここ数年多分雨のレースが少ないですね、はい、あんまり。僕らホンダでいうと多分新しくなった方では雨初めてですし、でも8体とかのテストで雨はちょこちょこ走れてるんで、まあ、ドライもそんなに良くないんで、僕はどっちでも頑張るしかないんで、あ、どっちでも頑張ります。ありがとうございます。津田選手いかがでしょうか。そうですね、まあ、今日も雨降るっていう天気予報で、なんなら豪雨になるんじゃないかって言って、なんかすごい晴れてるんで、まあ、明日の天気予報はあまりこう気にせずに、その時にもうすぐ対応できるようにだけ、もういつでも準備するっていうこと以外ちょっとできないかなって感じですけどね。ありがとうございます。清成選手
まり気にしてないです、ね、まあ、みんなコンディション一緒なんで、ただそれなんかハーフウェットとか振りそうとかやんちゃったとかっていうよりはどっちかにしてほしいなと、まあ、多分見てる方々もそうだと思うんですよ。でも皆さん覚えてますか、昨年の8体清成選手の最後のスティートをハーフウェットでぶっちぎってたじゃないですか。あれはピットに入るかかけるかで、かける方行って何度も危ない場面あったけどうまく回せたから良かっただけで、ちなみに僕8体何十回か出てるんですけど、何十回言い過ぎ、何十回、ね、その半分は転倒してるんで、皆さんご存知の通りだから、去年もちょっと危ない場面はあったんですけど運よ、いや本当にそれを明日出してもらえればなと思います。でもハーフウェットってなったら結構大変ですよね。清成さんがやっぱ速いイメージはありますよね。それは清成さんの選手に思います。それけです、ね、もう僕もダメなんですよ、スリックで雨走るの本当に怖くて。でも多分状況としては降ったとしたらすぐ止んでドライアップになる状況じゃないですか。これだったらすぐ、そうですよね。そしたらで面白いなと思って、僕ライダーじゃないんで来ないからね今年何だったんですか。今年弟が走ったんです。あ、えのきど行くひろしですか。つなぎちょっと違います、ね、ちょっとその下りが分かんないから説明しづらいから。そうです、ね、いやまあそんな感じでね、話していきましたが、残念ながらですね、まあ、終了のお時間が近づいてまいりました。最後にですね、明日の決勝レースに向けての抱負を一言ずついただきまして、トークショーを終了させていただきたいと思います。まずは名越選手からお願いします。はい、まあ、8体は長い準備期間があって少しずつペースを掴んできて、まあ、最終的にいい形で終われたんですけど、まあ、僕の課題としてこういう短い期間で、うまく車体だったり自分のライディングをまとめるっていうのが非常に苦手で、まあ、それがもろに出てるウィークになってるのかなと思うんですけど、まあ、明日はまあそうも言ってられないので、まあ、皆さんからしたら8体優勝者がJSB で走るということで期待もあると思うので、その期待を裏切らないようにどんなコンディションであれ自分のベストを尽くしてまずは表彰台立てるように頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして須田選手お願いします。はい、そうですね、今日は一緒に特集やってるライダーも含めみんな早いんで、自分ができるのはこう全力で全周をちゃんと回りきるっていうことだけだと思いますので、正直コントロールするほどの余力もないと思いますし、みんな早いので自分がこうどんだけ全力で最後まで戦えるかっていうのをこう集中して戦いますので、皆さんぜひ応援フラッグとか鈴木のフラッグ、鈴木のブースにもありますし、自分らのチームの旗もありますと思うので、ぜひ全力で振ってもらって僕を応援してもらえれば、元気づけてもらえれば立ち向かっていけると思いますので、全力で皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。最後は木下選手お願いします。明日も晴れたらすごく暑いと思いますけど、皆さんの応援に、応えられるように、今日の予選は全く応えられず何列目だ、5列目とかになってしまったんですけど、自分は決勝の方が自信があるので明日最後まで諦めず一生懸命頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。明日の決勝レースでのご健闘をお祈りしております。これにて JSB 仙台での特集終了となります。ありがとうございました。清成選手、須田選手、名越選手でした。ありがとうございました。この後は、フォーミュラリージョナルの、決勝レースが行われますので最後までお楽しみください。ありがとうございました。